おはようございます、黒みつばです。ということで今回はですね、昨日久々に長期メンテの方が来たということで、モンストの歴代お詫びランキングの方を紹介していこうかなと思います。ということで第3位、オーブ10個プラス星5確定ガチャ。こちらは2016年3月8日に起きました。この日はドラえもんコラボの開始日で、そのためのアップデートが行われていましたが、そのメンテナンスがなかなか終わりません。それが0時から17時、モンスト史上最長の17時間メンテです。史上最長のメンテナンスだったこともあって、メンテ関連では史上最高のお詫びである星5確定ガチャプラスオーブ10個の配布ということになりました。ただこのお詫びに関しては、春休みだったことやドラえもんというかなり目玉のコラボだったということもあって、新規ユーザーの獲得にもつながった、むしろよく働いたお詫びだったんじゃないのかなと思います。続きまして第2位、オーブ15個プラス星5確定ガチャ。こちらは2015年8月2日に行われたモンストフェスティバル2015、初のモンスト大型イベントとして開催されたこのモンフェスですが、入場は無料、モンストの人気はまさに全盛期を迎えていたところでもあったため、あの幕張メッセですらキャパが足りなくなり、入場制限や現場の混乱などを受け、オーブ5個配布、さらに後日追加のお詫びとしてオーブ10個プラス星5確定ガチャがユーザー全員に配られる形となりました。まあ皆さんご存知の通り、その後は X フラッグパークと名前を変えてこの問題点をクリアしていき、大人気大型イベントとなっていきました。ということで最後第1位、オーブ33個配布。事件が起きたのは2015年2月14日、時はまさにバレンタイン。この日に全く縁のない教室のリアル隅っこ暮らしたちに奇跡のプレゼントが届きます。それが過去に受け取ったはずのオーブ入りメッセージが複数届きました。まさにこれはモンストの誤送金事件。しかしこちらはあくまで一部のユーザーにのみ発生した不具合だったため、受け取れなかった人には不満も残りました。そこで救済措置として、すでに受け取った方は除き、全てのユーザーにオーブ33個を配る形となりました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、モンストの歴代お詫びランキングの方を紹介していきました。まあ確かにメンテナンスの延長とかはね、皆さんの目にはゲームが遊べないという現象だけが残ってると思いますが、裏では深夜から大人がみんなの遊べる環境を作れるように作業してくれてること、ちょっとでも頭の片隅に入れてもらえたらなぁと個人的には思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンのほどぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ、黒みつばでした。